ちらがアドベンチャーワールドのお父さんパンダ永明です。ではここからは新谷さんに永明についてお話ししていただきましょう。はい、永明ゆっくりとやってきましたが、皆様今一度カメラの高さの位置、後ろのお客様の迷惑にならないようにだけお確認お願いいたします。永明は1992年9月14日に中国の北京動物園で誕生いたしました。そして2000年にお嫁さん、メイメイが中国からやってきてからは6年間でメイメイとの間に赤ちゃんが6頭、そして次のお嫁さん、ラウヒンとの間に赤ちゃんが8頭誕生して、現在では14頭のお父さんパンダです。さあ、どうやらバスケットが少し気になるのか、ぐるっと一周回りました。実は永明は現在飼育下では世界最高齢のお父さんパンダなんです。また今年の4月にはお母さんパンダラウヒンと自然交配に成功し、もしかすると夏ごろに新たな命が誕生するかもしれません。さあ、どうやらこのバスケット、中にたくさんの竹が入っているにもかかわらず、どうやら気に入ってくれたのか、少しバスケットで遊び始めてくれたようです。性格もとってもおっとりしていまして、またとっても優しく、めったなことではおったりしません。また大きな物跡なのも何事にも動じない、どっしりとした貫禄もあります。また永明の特徴としましては、長い手足、そして面長な顔、長い鼻、またうちわのような大きな耳が特徴なんです。パンダファミリーの中でも最もグルメなお父さんパンダ、中にたくさんの竹入っているにもかかわらず、どうやら体をスリスリとして遊び始めてしまいました。さあ、この後美味しそうに竹を食べてくれる姿、皆様にご覧いただけたらと思います。はい、永明、何を食べてくれるでしょうか。皆様どうぞご期待ください。さて、それではここからは会場にいるご家族の方にも少しお話を伺いたいと思います。さあ、もしかしたらこの樽、永明倒してしまうかもしれません。さあ、ではここからは他のお客様にお父様へのメッセージいただくことにしましょう。皆様おはようございます。本日はようこそアドベンチャーワールドへお越しくださいました。さあ、本日は父の日です。ではお兄ちゃん、今日はどこからお越しですか？大阪。ありがとうございます。じゃあお父さんとお姉ちゃん、お父さんに何かメッセージをお願いします。ありがとうございます。次お姉ちゃんにももらいたいと思います。お願いします。いつもお仕事頑張ってくれてありがとう。ありがとうございます。皆様大きな拍手をお願いします。温かいメッセージありがとうございました。じゃあそれを聞いて、お父さん、ぜひお子様のメッセージを受けて何か一言お願いいたします。恥ずかしいです、ここまで何もなく育てる、はい、素敵なメッセージをありがとうございました。どうぞ父の日一日楽しんでいってください。はい、それでは次のご家族の方にもお話を伺いたいと思います。おはようございます。元気な言葉ありがとうございます。じゃあお姉ちゃんからお父さんへ日頃のメッセージをお願いします。いつもありがとう。ここに来るのとっても楽しみです。ありがとう。皆様大きな拍手をお願いいたします。素敵なメッセージをありがとうございます。ではお父様、お二人からのメッセージを受けて、どうぞ何か言葉をお願いいたします。それでも照れくさいんだけど、今日見たついでに喜んでくれてすごく嬉しいです。ありがとうございました。どうぞ一日アドベンチャーワールドで楽しんでいってください。ありがとうございました。お父様どうや
日頃の感謝の気持ちをお父さんに伝えてみてはいかがでしょうか。シャオルさんはぜひ先ほどご紹介しましたブリーディングセンター入り口とビッグオーシャン2階イルカのモニュメント前に設置しているフォトクロックスでお父さんへメッセージを送ってみてください。それでは最後に会場にいる皆さんで永明へ日頃の感謝の気持ちを込めて永明いつもありがとうと大きな声で伝えましょう。私が永明いつもと言いますので皆さんは続けてありがとうと大きな声で一緒にお願いいたします。それでは皆さんいきますよ。永明いつもありがとう。皆様ありがとうございます。きっと永明にも届いていると思います。以上をもちましてジャイアントパンダ永明の父の日イベントを終了いたします。アドベンチャーワールドはおかげさまで開園40周年を迎えました。心にスマイル未来創造パークをテーマにこれからも頑張っていきます。それでは皆様この後もアドベンチャーワールドで素敵な時間をお過ごしください。ありがとうございました。これを出せるのは